外国な人に、どこ、これはリアルな。今度は、昨日片手に村、そのビレッジ、ローカルな場所を通りつつ、およそ200メートル先、左方向です。あ、そうですね。ビレッジの中をちょっと駆け抜けることだと思うんだけど、走り抜けると思うんだけど、こう言ってるようですね。あの、さっきのどこ曲がるんだ。どっかを曲がると、ローカルビレッジ、オールドビレッジ、先はオールドビレッジ、まあ、入るということになる。で、そのままやつつつと、どっかに、その村の真ん中に、いいのあると。で、そこに、行ったら、少しまた行った左に道があれば、あそこまで。だからね、そういう、バイクでも、骨に、スマホホルダーが骨にあればいいんだろうけど、片手にバイクは運転できないので、ちょっと足りるのがいいかもしれないね。ツーリングっていうのは、なんていうの、メインの通りは、ここか、これ道、これか。待ってね、ちょっとこの道じゃ行ってみますね。車が走るんだと。およそ200メートル先、右方向です。およそ200メートル先、右方向です。いいよね、こういうレンガ作りの。ラジャスタンって石造りだった。で、ラジャスタンって暑い感じですね。北インドはちょっとやったこのレンガ作りのビッグ。よいしょ。まあ、こういうところ走ってて、ちょっとやめてたのは、歩いてた時かな。外国人の人がいない犬に蹴られることがたまにあるよ。よく行ったんで、そのまま行って、どっかの道を見に。まあ、Google マップスマホが便利だよね。右方向です。どこ？ここでしょ？左方向です。今のところかな？この次なのかな？この次だ。ここ。いいよね。インドで住むのは僕、こういうところにずっと住みたいですね。今のリアルな人たち、夜だと思うんだよね。Google マップなんて、あんまり嫌だ。あれ？もうちょっと先、もうなんかちょっと、バラナシティックだ。バラナシティックだ。で、片の隅の道がもっと狭いけど。左方向です。左方向。続いて右方向です。ちょっとくねくねするってことね。ナマステー。左に行けば、ここに来たと思ったら、ゲストだ。行けんのかな、とりあえずは、一方ですね。ジョートブルーの、ただインドのカラーってこのパターンだよね。被害地って言うと、ビータッチだ。え？上は？犬いないやつってよかった。僕は好きだよね。こういうところね、こういうところが好きなんだよ。全然好きだよね。方向で右側。続いて、目的地は右側です。犬、はい、ない。犬ないね。いいんだけど。開けた。あ、なるほど。ここはここで。右側に、あれか。多分あれなんだね。これか。なんか見えてきた。なんだろう。エフェソスじゃなくて、どこだっけ。トルコにあるよね、こういうのの。大きいの。のちっちゃいバージョン。柱、パルテノシンだよ。みたいなののところに到着しました。はい。はい。ここに。Google マップではここが、ガンダイージーン。ちょっと待って、これってのかな。こんにちは。そうです。チャリンコでさっきのところで、ここを右に、右方向です。だね。ここを右に曲がると。いけんのかな、リアルな。ローカルの入ってきてもう道になってないよ。豚多いな、カジラホってね。行けるのか。あそこに道があるんだろうな。だからこれは本当どうやって行けばいいのかわかんないけど。はい。で、多いよね、本当に日本語喋る人はね。だから、いや、カジラホってでも日本人がなんかすっごい邪魔なとこ立ってるの、場所。よいしょ。で、こっちかな？完全なローカルです。インドの人って、いつも一番いいとこに立ってるんだよね。言い方、はい、左方向です。はい。で、ここを、まっすぐ行く道も一応あるけど、左に、で今2時台、3時、2時から3時の間だから、これ真夏は、一番暑い時間だから、あんまり人もいないし、で、今もこの時間、もうちょうどなんか、スペインのシエスタじゃないけど、お昼寝的な、一番中だらけてる、だらけてるって言ったらしいね。
一番なんかこう動かない時間帯なんで、真夏が一番暑い時間だし、だからちょっと道間違っちゃった。でここ右に行くと、あれメイン通りでしたね。そんなに広いというか大きな村でもないね。一応オールドビレッジ、オールドビレッジと言われてる一帯なんじゃないかなと思うんだけど、もしかしたらもうちょっと東にじゃなくて南の方向なのかもしれないですけど、なんかここがコールある方聞いてみようかな。どうか昨日通ったね、バイクで通ったんだっけ。なんかさ、これでいいっけ。うん、ああ、ゼリア、ありがとう、ザキタミキ。これ、はいはい。これ、ハンマッチ。ガチャッスね。うん。いや、助かったな、とかしたんだよ、うん。はい、こんな感じでした。I'm not sure if you're going to be able to do that.